鹿児島県立鹿児島中央高等学校のこんにちは、サワヤンゲームズでした。さあ、息が続かなかった今、途中切れてしまいました。申し訳ございません。ということで、本日はね、ちょっとね、最近爆弾を解除するゲームにね、トータル3時間、4時間ぐらい費やしていつも撮影しておりまして、ちょっとね、本当に疲れてしまいました。ということで、ちょっと息抜きで、ほとんど頭の使う必要ないこちらのフォールガイズというね、新しいゲームをプレイしていきたいと思うので、皆さんぜひよろしくお願いします。プレイ。はい、ということで、まず第1ステージ、大ファンですね。もうこれね、もう大ファンじゃない、大パンに改名していいと思う。うん、大パンの方が今のご時世やっぱり、うん、なんだろう、流行ってるっていうか、うん、波に乗ってるワードだと思うんで、ぜひね、大ファンではなく大パンに改名していただけると嬉しいです。ということで、ね、今日もね、こう久しぶり、皆さん覚えてますか、私この初期スキン、このね、スキンで、数々の伝説をね、作ってきたんで、ぜひ皆さんにもね、この初期スキンで、戦うことの楽しさをね、覚えていただけたら嬉しいです。ということで、まずはちょっとグッと止まって、ここでピュッと止める。OK? それ大だからね、みんなと同じとこ行くとね、結構ね、荒れやすいんで、意外とこの人の少ない方から、立ち回ることが結構大ファンにおいてはかなり重要。うん、慌てることは禁物。慌ては禁物で、かなり、こういったね、少数の道を取ることによってかなり安定したルートをね、確保できると。で、この飛び越えて、オッケー、ここ飛んで、ピョンと、はい、オッケー、はい、このようにして上位勢に食らい組み、でここまで来ればもうあとは、うん、お茶の子さいさいちょちょいのちょいですよ。はい、ちょちょいのちょいでここぽいぽいっつって、はいはい、もう余裕なんですよ。もうここまで来たら勝ちなんですよ。はいはい、トップ5、トップ6ぐらいかな。はい、ゴールということで、皆さんよろしくお願いします。爆弾は一旦お休みです。第2ラウンド進出しゃ。はい、でも第2ラウンド、ナイトフィーバー油断禁物の第2ラウンドですね。これナイトフィーバーが第2ラウンド来るときは本当にレベルが高いんで、一瞬の1回のミスが命取りってことで、ノーミスでいきたいと思います。さあ、まずはこうかわして、 OK、 完璧な立ち回り。さあ、序盤はノーミスです。序盤ノーミス、こっからもノーミスでいかないといけない。一回ここ止まって、一回冷静に見て、冷静に見て、 OK、 すごく冷静に見てる。ここで落ちないことが本当に肝です。ここで待って、落ちるとマジでやばい。そこで落ちると、これ一回落ちたらだいぶでかいけど、こっからノーミスでいけばまだワンチャンある、まだワンチャンある。こっからノーミスでいけばね、こっからノーミスでいけばまだワンチャンあるから、すでにもうこの時点でかなり後方集団になってるんだよね。で、ここでガッツし、ピョンって飛んで、かなり速い。かなり速くて、で、ここでガッツリここで行く。ここで行けば大丈夫。で、こう飛んで、で、ここも行ける。ここも行けて、間に合う！オッケー！行ったね！はい、こうなれば勝ち。こうなれば勝ちです。こうなれば完全に勝ちで、ピョンって飛んで、オッケー！第2ラウンド、ナイトフィーバー進出でございます。第3ラウンド進出した！はい、来ました！第3ラウンドスライムクライム、えげつないアップデートが見えてしまった。皆さんぜひね、上の方で楽しみにしといてください。やばいよ、アップデートが見えた。やばいのがあったから俺今ちょっと取り当たってんだけど、いけるかどうか正直わかんないけど、やってみる。マジでやばいものを見た。一回こっちと、一回こっちついてここでいく。よし、絶対みんなにあの景色を見せたい。やばいのがあった、本当にシャレになんないぐらいやばいの見えた。本当にシャレになんないぐらいやばいです。ここ乗れたのはでかすぎる。で、ここすぐ行けるじゃん。オッケー、ナイス、素晴らしい。で、ここも乗ろう。はい、行きましょう。どんどん行きましょう。どんどん行って、どんどん行って、これどんどん行って。あと、待って、こいつ危なすぎ。さっきからめちゃめちゃ危なっかしい動きする。ここ飛んで、オッケー。で、こっちから行こう。よしよし。いい感じ、いい感じ。あぶね、弁慶だ。弁慶がいたね。さあ、ありがたいことに弁慶一人いる。もう弁慶、むしろありがたい話になってきた。ちょ、一回ここからこっち行こう。こっちから行こう。オッケー。で、一回冷静になろう。一回冷静になってガッツリここ行って、どうしようかな。ここ飛び乗れたから。いやー！今の超えててもおかしくなかった。くそ、もう一回落ち着こう。もう一回落ち着いて、多分、あ、もう弁慶がなくならずだから、もう落ちれない。ここからもう落ちれない。ここからもう落ちれないから、ぐっと待つ。OK。ぐっと待って、ぐっと待っていこうぜ。はい、来ました。第3ラウンドフルーツパニックですね。かなり油断ができないステージ。ハンマーに打たれるか打たれないか。さあ、出てくるのはスイカとリンゴ、いろいろもろもろ出てきたり、もろもろ出てきたから、これ飛び込んで、オッケーオッケー、いけそう。ドン、完璧すぎる。殴られ、完璧すぎる。パーフェクトだね、今のは。今のはパーフェクトの言葉以外見つからない。
なんでスイカが戻ってきたんだ今下から。届け、よし届いた、オッケー、完璧すぎる。第4ラウンド進出した。はい、続きまして、マジか、ロックンロール来ましたね。頑張っていきましょう。第4ラウンド、ここでチーム戦では本当に負けたくないから頑張っていきたい、頑張っていきたい、本当に頑張っていきたい。さあ、ここで、この極力ここに乗せたくない。ここに乗せるとかなり遅くなっちゃうから、あんまり乗せたくはなかったんだけど、かなり拮抗した試合になってる。かなり拮抗した試合だから、どうだろう。今一歩、本当にみんな同じぐらいのスピード。さあ、問題、ここでアドバンテージを取れるか、ここでアドバンテージを取れるかの戦いになってくる。やばい、ちょっと手こずってる、ちょっと手こずってるから、ちょっと、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、オッケー、こっち行こう、こっち行こう、お願い、頑張れ。さあ、黄色も手こずってる、黄色もだいぶ手こずってる。さあ、ここ押せるかどうか、ここ押せるかどうか、よし、いけ、よし、黄色に勝ちたい、黄色に勝ちたい、いっけ、そこに行かれるのは本当にやばい。押してくれ、よしよし、いい感じ。待って、どうなんだこれ、もう訳わかんないじゃんこれ、やばい、運ゲーだ。よし、待って、ちょっと赤止めたいな、 あれ黄色止めたい、黄色全力止めるわ、黄色全力で止める、全力で止める、黄色とにかく全力で止めて、よし、下げろ、やばい、それは待って、終わったかもしんない、あ、終わったわこれ、終わったわ、終わった、終わった、終わった、完全に終わった。止まれ、止まってくれ、もう決勝いけない今日、最悪。はい、では第3ラウンドスライムクライムからやります。もうね、また大ファン来てたから、もうさすがに大ファンはスキップする。はい、ということで頑張って集中です。さっきの結局でもこれアップデートがね、ないバージョンが来ちゃったから、ちょっとここ集中しなきゃいけなくて、ここ行って、ここも行ける、オッケー、危ねえ、とにかく前に突き進むことが大事だった今の。さあ、この球は絶対避けたかったが避けきれない、まあ大丈夫でしょう。はい、スライムクライム本当にね、危ないステージだから、とにかく油断は禁物のステージになってるから、急いでいきたい。オッケー、ライスナイスです。ソニックと一緒に駆け抜けた。はい、次こっち、はい、頼むから、弁慶いたらめんどくさいんだな。いたわ、出てきた、で、出来上がった弁慶、攻略してみせる。ソニック、弁慶以前の問題だった今の、弁慶以前の問題だぞ。さあ、あいつをどう攻略するか、まずここ取るでしょ、で、オッケー、弁慶落ちた、ただ今度は代わりに俺が弁慶をする、どう、まあいいや、行くか、あいつがどうせ弁慶やってくれるから先行くわ、うん、いいや。とにかく俺もう今回決勝見せたいから、みんなに見せたいのは決勝の2文字だから、やって決勝とか優勝の2文字だから、それ以外は正直もう興味がない俺は。はい、頑張っていきましょう。声も枯れてるだ、声も枯れてるし、普通になんかちょっとやってるわ。なるほど、あのチンパンジー完全やってんな、やりチンパンジーだ俺。前ここで落ちるの本当にしょうもないから、やめる、冷静に行くわ、冷静に行く。前めっちゃしょうもない打ち方したから、それはなし、それはなしで、これこっちからだね、一旦こっちから行って、で次こっちから行って、でこっちから行けば難なくクリア。はい、あと何人か、多分相当少ないと思うよ、相当少ない。第4ラウンド進出した。もうまた運ゲー行きたい、フープループゴール頑張っていきましょう。正直運ゲーだから、どうなるかわからないが、ベストは尽くす、ベストは尽くしたいと思ってる、内心ね、内心ベストは尽くしたいと思ってるから、ベストを尽くす、まずここ、あ、オッケー、ナイス。はい、でここもどんどん行く、どんどん行く、テンポよく行きたい、テンポよく行きたい、オッケー、ここ行って、ここ行って、はい、オッケー、すごくいい、すごくいいよ、出だし校長先生で、校長はそっちから行くか、なるほど、これ取って、よし、俺が取って、とにかく視界の転換がかなり重要。さあ15ポイントあるから、いいよ、今いい感じ。さあここも取って、さあここ来ないかな、オッケー、そこあるか、そこ黄色行ってくれてる、ナイス。さあ金の輪っかを取りたいんだよね、取れない、金の輪っかがどこにいつ来るかが問題。青がビリだから、多分きっとそろそろ来る、そろそろ来るはず、そろそろここら辺に来るよね。はい、まず1個取って、オッケー、でこの1個も取りたいんだけど、な、強いな、赤が強い、待って、青も追い上げてきてる、油断できない、マジで、え、マジミスった、今のはごめん、俺が先輩、マジで先輩だった、マジで先輩だった。 OK、 黄色いって、ナイス。でちょっと待つわ、これ金の輪っかが出てくることを信じてちょっと待ってるんだけど、よし、なんとか1個取って、なんとか1個取って、とにかく1個を積み重ねることがかなり重要。いや、それ取られるわ、それ取られて、やばい、まあ本当に油断できない、本当に油断できないから、そろそろここ行ってもらいたくって、く
っそ通れないマジで。やばい、並んだ並んだから、こっからほんと重要、こっからがほんとに重要で、ほんとに重要になってきて、こっからで、これ絶対俺の早い。 OK 取って、あっち行ったか先に。じゃあ俺こっち行くわ、俺これ任して、俺奥行くわ、俺奥行くから手前行って、間に合うか、どうだ、くっそ2点差。よし、これ取った、これもうもぎ取った。待って、負けてる、え、本当に負けたくない。最後金取れ、誰が、あっ、なんで決勝いけないんだよ。また第4ラウンドでフープループゴールが来やがった。俺これで来れなかったらもう絶対諦めるわマジで。最初みんな金、いや行くと思ったよ、金行くと思ったから俺あえて行かなかった。あ、くそ、ナイス、序盤金ゲット、ナイス、素晴らしいよ。ここ取って OK で、ちょっと待ってみる、ちょっと待ってみて、来るかどうか、来るかどうか、来るかどうか、来ないから、これね、あんま待っちゃいけないっていう、さっき学習した、あんま待ちすぎると、取れなくなっちゃうから、あんま待たないこと、あんま待たなくて、一回こう、いやーすごい取られてるな、すごい取られてる、いやすごい取られてる、オッケー、ナイス取り、ナイス取り、ナイス取り、ナイス、俺ちょっとまだ見てるだけなんだけど、完全に傍観者と化してるんだけど、大丈夫か、21ポイントあるから、よし、これ絶対取りたい、これ俺が取る、待って、いや、偉い、みんなマジで偉い、マジで偉い、いや偉すぎる、黄色、もう黄色強い、よかった。あー決勝いけるわこれで、あーもうよ、ほんと安心したわ、ほんと安心した、ほんと安心した、よかったこれ決勝いけて、よかった。もう15ポイント差ついたらまあ負けないからね、まあ負けない。こっからこっから全員に逆転されて負けるってことは、そういったことはほぼない、ほぼないから、安心して立ち回っていいのではないかなと思ってる。うん、もう44ポイントあるし、さ、ここ俺が先、だから完全にラグじゃん今の、どう考えても俺のが先に飛んでるよ、どう考えても、ね、意味がわからない、もう体が体ごと貫通してったぞ。金の輪っか来ないか、これ俺取るわ、これ任して、はい、ナイス、素晴らしい、素晴らしい、はい、ちゃんと1ポイントをねチームに捧げる。お、しかも金の輪っかある、絶対取んなきゃいけない、俺が取る、はい、素晴らしい、超仕事した。もうこれでもうね、誰も俺に文句の火のつけどころないでしょ、完全に金の輪っか、ここにもう一個来ると信じて飛び込もうとしたけど飛び込まない、あえて冷静な立ち回りをする。もう一回金の輪っかがここら辺に来るんじゃないかなというね、冷静な立ち回りを今意識してる、冷静な立ち回りを意識して、あえて行かない、行かないんです、行かないんです、私はここに金の輪っかが来るかもしれないという可能性、かすかな可能性を信じてクリア、何もせずに決勝進出した。結局最後に勝つ男は強い、止まるな危険で優勝して気持ちよく終わる。以上、ご視聴ありがとうございましたってみんなに言いたい、それをやってみんなにご視聴ありがとうございましたと伝えたい、ただそれだけ、ただそれだけ。待って、下の床がちょっと減ってきてるから気がしたけど、冷静に見たらちゃんとあったわ、ちゃんと床があったから、ここ早めに潰しといて、あ、ここ床がなくなるからここ行って OK で、こっち、待って、本当にラグいの、ラグいのだけやめよう、ラグいのだけやめていただいて、オッケー、なんだかんだ耐えてる、ちょっと隔離されたけど、まあ全然なんだかんだこっちから行けちゃうから、こっちからこう行けるんで、なるほど、なるほど、そこまで行く、そこまで行っちゃうか、今の、今のでそこまで行っちゃうか。待って、本当によろしくない展開になってるから、一旦ここで、ちょっと待って、ここ絶対来ない、うわ、めちゃくちゃ来る、めちゃくちゃ来る、